羽生結弦、け我を押して見せた奇跡の演技2 5トル塗った額の傷も忘れさせる圧巻の滑りに会場熱狂2024年5月24日、千葉市の幕張メッセはフィギュアスケート界の英雄、羽生結弦さんが出演するアイスショー、ファンタジー・オン・アイスの開幕に沸き立ちました羽生さんは29歳でありながらも、 そのパフォーマンスは依然として圧倒的な存在感を放ち、観客を魅了し続けています。今年のショーでは特に、西川貴教さんとのコラボレーションが注目を集めました。西川さんが歌う、機動戦士ガンダムシードの挿入歌、ミーティアに合わせた演技は、多くのファンにとって忘れられない夜となりました。羽生さんはオープニングで右腕がむき出しになった黒の衣装で登場し、力強いソロパートを披露しました。 その後、純白の衣装に身を包み、希望をテーマにしたダニーボーイを柔らかく優雅に演じ、観客の心をつかみました。大トリでは、ガンダムをモチーフにした白と青の衣装で、西川さんの歌声に合わせた演技を見せました。右肩には翼があしらわれ、そのデザインはまるでガンダムそのものを彷彿とさせるものでした。このコラボレーションは、観客にとってまさに夢の共演でした。 フィナーレでは西川さんの代表曲「ハイプレッシャー」に乗り羽生さんは右腕で汗を拭うような振り付けを披露しました彼の切れ味鋭いステップは会場を熱狂の渦に巻き込み観客は立ち上がって声援を送りました羽生さんの卓越した表現力はまさに革命的な一夜を作り上げました公演の直前に額を2 5トルも縫うけがをした羽生さんしかし その痛みを感じさせない圧倒的なパフォーマンスは観客を魅了し続けました。怪我を知らない観客から見れば彼がそんな大きな怪我を負っていたとは思えないほどの完璧な演技でした。この姿勢こそが羽生さんのプロフェッショナリズムを象徴しています。彼は常にその瞬間を全力で生き、お客様に最高の演技を届けることに全力を注いでいます。羽生さんと西川さんのコラボレーションは フィギュアスケートと音楽の新たな可能性を示しました。羽生さんはただ滑るだけでなく、その演技に物語性を持たせ、西川さんの歌詞と完璧にシンクロさせることで、観客に深い感動を与えました。このような新しい試みは、フィギュアスケートの枠を超え、エンターテインメント全体に新しい風を吹き込むものでした。ファンタジー・オン・アイスは単なるアイスショーではなく、 アーートトとスポーツが融合すする一大イベントです毎年新しいテーマと演出が取り入れられその度に観客は新たな驚きと感動を味わうことができます今年の公演も例外ではなく特に羽生さんのパフォーマンスは圧巻でした彼の演技はまるで観客を別世界に誘うかのような力強さと美しさを兼ね備えていました羽生さんの演技はフィギュアスケートの技術の高さだけでなく その表現力や感情のこもった動きが観客の心に深く刻まれます彼の滑りは一つ一つの動作が丁寧でありながらもダイナミックでまさに芸術そのものです彼の演技を目の当たりにした観客はその場にいることの喜びと感動を感じることでしょうまた羽生さんの衣装も毎回注目の的です今年のガンダムをモチーフにした衣装はそのデザイン性と機能性の高さが光り 彼の演技を一層引き立てました。白と青を基調としたこの衣装はガンダムの持つ未来的なイメージと羽生さんの精錬なイメージが見事に融合していました。このような細部にまでこだわった演出は彼のパフォーマンスにさらなる深みを与えます。西川さんとのコラボレーションは音楽とフィギュアスケートの新しい可能性を開きました。 西川さんの力強いボーカルと羽生さんの繊細な演技が見事に調和し観客にとって忘れられない夜となりました2人のパフォーマンスはお互いの才能を最大限に引き出し観客に深い感動を与えましたこのようなコラボレーションは今後のフィギュアスケート界においても新しいトレンドとなるでしょう羽生さんのパフォーマンスは単なるスポーツを超えたアートであり その表現力は多くの人々に感動を与えます。彼の演技を見ることで、観客は新しい視点や感情を得ることができ、その場にいることの喜びを感じるのです。羽生さんの演技は、フィギュアスケートの新しい可能性を示し続けています。羽生さんのこれからの挑戦に期待が高まります。彼は常に新しいことに挑戦し、観客に驚きと感動を与え続けています。 今後も彼の演技から目が離せませまんその場にいる観客だけでなくテレビやインターネットを通じて彼の演技を見た人々にもその感動が伝わることでしょうファンタジー・オン・アイスは羽生さんをはじめとする多くのアーティストが集まり一つの大きな舞台を作り上げる場ですそこではフィギュアスケートの技術とアートの融合が見られその一瞬一瞬が宝物となります羽生さんの演技は その中でも特に光り輝くものであり、彼の存在感はまさに唯一無二です。観客にとって、羽生さんの演技を生で見ることは一生の思い出となります。彼のパフォーマンスには、言葉では言い表せないほどの感動と喜びが詰まっています。彼の滑りを見ることで、観客は日常の喧騒を忘れ、ただその美しさに心を奪われるのです。羽生さんのパフォーマンスが、 フィギュアスケート界に新しい風を吹き込むことは間違いありません。彼の演技は常に進化し続けており、その度に新しい感動を提供しています。これからも彼の演技から目が離せません。そして、その一瞬一瞬を見逃さないよう、多くの人々が彼のパフォーマンスを楽しみにしています。羽生さんの今後の活動にも期待が高まります。彼はフィギュアスケートだけでなく、 様々な分野でその才能を発揮しています今後も彼の新しい挑戦を楽しみにしながら彼の活躍を見守っていきたいと思います羽生結弦という名前はフィギュアスケート界だけでなく世界中の人々に感動を与える存在としてこれからも輝き続けるでしょう羽生結弦さんの演技には一つ一つの動きに込められた深い意味と感情がありますそれは彼の技術だけでなく 彼自身の経験や思いが反映されているからこそ成り立つものです。彼の演技を見ていると、まるで一つの物語を見ているかのように感じられます。観客は彼の滑りを通じて、喜びや悲しみ、希望や絶望といった様々な感情を共有することができます。また、羽生さんの演技は常に進化しています。彼は常に新しい技術を取り入れ、自分自身を磨き続けています。 その努力の成果が彼の圧倒的なパフォーマンスとなって現れるのです。例えば、今回のファンタジー・オン・アイスで見せたミーティアの演技では、西川貴則さんの力強い歌声に合わせて、羽生さんの滑りが一層力強く、感情豊かに感じられました。このように彼は常に新しい挑戦を続け、その度に観客を驚かせています。羽生さんの演技は、 フィギュアスケートという枠を超え広くアートとして評価されています彼の滑りはまるで一枚の絵画や一つの舞台作品のように美しく見る人の心に深く刻まれます彼の動きの一つ一つには細やかな計算と感性がありそれが彼の演技を一層際立たせています彼のパフォーマンスはフィギュアスケートの新しい可能性を示しスポーツとアートの融合を体現しています さらに、羽生さんの影響力はフィギュアスケート界だけにとどまりません。彼の存在は、多くの人々に夢と希望を与えています。彼の努力と成功の物語は、多くの若いアスリートたちにとって大きな励みとなり、その道を追いかける原動力となっています。彼の演技を見て、自分もあのように滑りたい、自分もあのような感動を与えたいと、多くの人が感じることでしょう。 ハニューさんはまた、その人柄でも多くの人々に愛されています。彼は常に謙虚であり、周囲の人々への感謝の気持ちを忘れません。彼のそうした姿勢は、ファンのみならず、多くの人々に感動を与えています。彼の努力と成功は、彼自身の才能だけでなく、その人柄によっても支えられているのです。これからもハニューさんの演技から目が離せません。 彼は常に新しい挑戦を続け、そのパフォーマンスは私たちにとって一つの芸術作品でありその一瞬一瞬を見逃さないように多くの人々が彼の演技を楽しみにしています羽生さんのこれからの活躍にさらなる期待が寄せられています。